はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。鉄骨を宇宙に飛ばすゲーム、カーバルスペースプログラム2。宇宙船を宇宙に飛ばすゲームです。最近視聴者さんから、軍事系チャンネルなのに、軍事のことやってないって言われがちなんだけど、無駄にハードオフとか飛ばしとるからや。しゃあないので久しぶりに軍事系のもの作っちゃおうかな。しゃあない言うな。で、何を作ろうか迷っていたんだけど、ちょっと前に視聴者さんから、トリープクリューゲル作ってほしいみたいなコメントあったんだよね。トリープクリューゲル。どんな機体なのか紹介するとこちら。また変わった形しとる。第二次世界大戦中にドイツで設計された垂直離着陸できる戦闘機。このブレード部分をヘリコプターみたいに回転させて飛ぶ感じ。あれか、先端のエンジンで回転させるんか。そう。その前にカーバルスペースプログラム2でトリープクリューゲルのような機体を作るとどうなるのか試験しないとね。作ったけど飛ばんで終わるわけにはいかんからな。とりあえず宇宙船と燃料タンクを搭載。その下に足をポイッとつけて。ブレードは3枚だね。その先っちょにジェットエンジン乗せれば試作モデル完成。このくらいならサクッと作れるようになったな。完成したら飛行試験するよ。おい待て、緑くん先っちょに乗せんな。安心してください。さっきつけた宇宙船にも緑くんいます。無駄に2人も乗っとる。ちょ、下の中に入っとらん。皆さん、早速問題点が見えてきましたね。自分のことか。見ての通り、プロペラの軸と機体の軸が回転しちゃう。すごい回転してる。現在のカーバルスペースプログラム2には、軸がフリーになるような装備がない。ポチッと止めて。みどりくん、すごい表情になっとるやん。安心してください。過去に 3000G まで耐えたことがある。それ宇宙でカンジャンドラム回転させた時や。で、もう一つの問題。自分のことか。高速回転させても飛行機の翼では離陸できない。予想では、相当切り詰めて設計しないと、翼だけでは離陸しないと思う。はよ、みどりくん、助ける。仕方ないので、みどりくん射出。半分バラバラ状態の座席でみどりくん射出。主導員回転。でも大丈夫。ちゃんとパラシュートついてるからね。安心安全。毎回落下速度が速い。ぶっちゃけ問題なのはこっち。さっきパイロットが飛んじゃったから制御できない。危ない。車輪壊れた。嬉しそうに言うな。というか話す以外の選択肢はない。もう何もできません。変な動き始まった。爆発。あれ？ほら、緑くんめちゃ丈夫でしょ？正直パラシュートもいらないと思うんだよね。それは絶対いる。で、何しようとしてたんだっけ？トリープクリューゲル作るんやろ？そうそう、トリープクリューゲル。簡単にまとめると、カーバルスペースプログラム2では、今のところこんな感じで回転翼だけ回せない。必ず機体本体も回ってまうという試験やったな。つんだ。なんとかせ。ちょっと考えたんだけど、ジェットエンジンの向きを変えて、その推力も使えば、機体が離陸できるんじゃないかと思うんだよね。エンジンのパワーを使って飛ぶ案か。きっと飛べると信じて機体を作っていきます。ちゃんと試験せ。で、ここに燃料タンクつけるでしょ？お尻のところにも燃料タンクをつけて、ボイボイっと胴体部分は完成。それっぽい形だった。翼は、主翼、垂直尾翼、水平尾翼の形状と動き方が違うものが3つある。今回乗せたのが主翼に使われるものだね。その先っちょにエンジンを乗せる。ちょっと傾けるんやな。とりあえずこのくらい。あとはトリープクリューゲルみたいに4つの尾翼をつける。そこにホイールをつけるんだけど、トリープクリューゲルはさらに外側に開くようになっていて、格納式にもなってるね。あと、車体軸上に、ちょっと大きめの車輪がついていて、これも格納式になっていたみたい。合計5つつける予定やったんか。それと、回転で機体構造が分解しないように、接合部の損傷はなしにしましたよ。はい、こちらが完成した、カーバルスペースプログラム通算、トリープクリューゲルのような機体。幅はほぼ同じだけど、高さは3メートルほど長くなりました。まあいろいろサイズ固定やからな、このゲーム。ゆるふわ軍事チャンネル。では行きます。エンジン始動。エンジン始動。ここまでええ感じや。また早速浮かび上がった。なんの面白みもなく普通に離陸。墜落に期待する東北巡航。というか軸がやばい。完全に横倒しになっとる。ちょっとストップ。特に変なところないけど、完全に左右対称につけたい。ブレードとかエンジンは中心位置から同じ位置だね。なんかおかしい。いつもおかしい。とりあえず着陸。絶対無理や。
着陸成功。目がうつろの緑くん。ほら大丈夫。みんな見て、機体がピクピクしてる。これどうなっとるんや。というかやかましい。お尻に踏んだあろう。ちょ加速した。そのまま爆音を立てながらどこかへ行ってしまいました。完全におかしいやん。抜ける。ちょっと重心がおかしいのかなと思って、とりあえずブレードとエンジンを上に移動。全部対象についとるなら原因はそれしかないか。次はゆっくり目で離陸開始。ここまでは順調や。いきなり事故がおかしくなる。あふっ。みんななんとなく原因わかるよね。車輪か。中央の車輪で軸がおかしくなってる可能性。何かおかしい。車輪が原因じゃない。その後も重心などを変えても状況は変わらない。積んだ。積んだ。かわいいズンちゃんはそんなことで諦めない。これ2号機や。もしかして機体そのものにバグみたいなのがあると思って、もう一回作り直しました。ちなみにエンジンはさらに高出力のものに換装しましたよ。待て、これ発射台や。間違って発射台からにしちゃった。まあ細かいことは気にしない。エンジン始動。エンジン始動。念のためゆっくりエンジン出力を上げていくよ。現在 60%。 軸は安定しとるで。やっぱり機体にバグがあったんだね。離陸開始。ちょっと軸がおかしくなってきとる。あれ、これね、もうおかしいところどこもない。ずんちゃん止まっちゃった。あかんあかん、機首下向いとる。どういうこと。もう何もできません。これはひどい。はい、だから何の範囲や。ちょっと失敗した動画見返したんだけど、回転が激しくてエンジンの位置がおかしくなってる可能性がある。最初の離陸とか翼からエンジンの位置がずれてるんだよね。それで軸がおかしくなって崩壊すると。とりあえず機体とエンジンをストラットで固定。上下に2本つければ多分問題ない。エンジン始動。エンジン始動。出力 100% で離陸開始。早速離陸した。というかほぼエンジンパワーだけで離陸しとる。でも見て、軸はすごく安定してる。ほんまや、エンジンが動いておかしくなっとったんか。このまま上昇。高度 2500m。 ところでいつ水平飛行するん。あのね、できるはずないじゃん。え、これね、機体が回転してなかったら水平に持っていけそうなんだけど、回転しちゃってるからほぼ 100% 無理。上下するだけの謎の飛行機。エンジン出力下げてドリープクルーゲルの着陸を再現する。みんな見たことないでしょ。嫌な予感しかせん。高度 60m。 姿勢、降下速度正常。多分はやめる。着陸。尾翼とホイールみたいなの取れた。安心してください。ホイールは奇跡的に残っています。なんでや。よいしょ。またバウンドした。ちょっと待って、これめちゃ難しい。3回目のタッチダウン。ホイール完全に壊れた。でも見て、着陸できた。回転する矢印平状態で安定しとる。回転止まらない。ブレーキするホイールないからな。緑くん出してみる。あかんあかん。うん、止まらないね。これどうなっとるんや。最後の手段、手を離すしかない。ちょい待て。ポチッと。あかんあかん、飛んでもうた。ほんと。あれ、前にもあったでこんなこと。ね、緑くんめちゃ丈夫でしょ。どのくらい丈夫って、巻き込まれても大丈夫なくらい丈夫。やめとけ。でね、やっぱり視聴者さん、水平飛行している姿見たいって思うんだよね。また無茶苦茶な方法で離陸させようとしとる。考えたんだけど、これしか方法がない。エンジン始動。いい感じで温まってきた。水力 100%。 離陸。切り離し。離陸。姿勢正常。離陸成功。想像以上に綺麗に離陸できた。見てください、これがカーバルスペースプログラム2で再現したドリープクルーゲルのような機体。本体が回転しとるのは残念やけどな。今後のアップデートに期待だね。現在の高度 480m。 飛行速度時速 500km。 ちょっといいかな。ないや。これね、制御できないんだよね。もちろん姿勢変更もできない。あとは墜落するだけやん。文句はカーバルスペースプログラム2開発チームに言ってください。安心安全。どこがや。ゆるふわ軍事チャンネル。
ずんちゃん思っちゃったんだけど。もう何も思わんで。うちのチャンネルの物好きな視聴者さんは、これじゃ満足しないと思うんだよね。ずんこが満足しとらんだ。ここに中サイズの燃料タンクをポイッと。さっきの小サイズとはこんなにちゃうで。調子出てくると関西弁になる東北ずんこ。先っちょに宇宙船というかコックピットをつける。ここにトリープクルーゲルみたいなブレードつけるでしょ。で、その先っちょにターボファンエンジン搭載。皆さんこれめちゃでかくなるで。その下にはこれ。開閉できるカーゴベイ搭載。嫌な予感しかせん。もちろんそこに乗せるのは視聴者さんの座席。視聴者さんいじりやめで。最近乗りたいって視聴者さん多くて困っちゃう。え？開閉もバッチリ、夢が叶うね。何回も開け閉めすんな。あとは簡単、形状をコピーして下にくっつけて。ちょ、見た目のバランス的にもう一段追加。頑張るよ、頑張る。突然生きり始める東北ずんこ。まあ、あとは適当に尾翼みたいなよくわからないものでごまかす。コックピットには男の子が好きなコナードをつければ完成。機体回転するから特に意味はない。はい、出来上がりました。乱世、令和5年式トリップクルーゲル。乱世言うな。高さ53メートル、幅30メートル、重量は132トンだね。はい、ズンちゃん飛ばしてみようかな。おい待て、ブレードのところに視聴者さんたくさん乗せるな。だってみんな乗りたい言うからここしかないんだよね。ここしか。もうむちゃくちゃや。爆弾そうじゃなくて逆室の視聴者さんはどうかな。なんかクラスター爆弾みたいになっとるやん。ちなみに1列10人、合計40人乗ってます。どんだけ乗せとるんや。どうなっちゃうんだろう。というか頭が収まりきっとらん。ごちゃごちゃ言ってないでエンジン始動。足りないや。旅客機みたいなターボファンエンジンは推力が 100% になるまで時間がかかる。だいたい30秒くらいかかるのかな。結構かかるな。あれ、あら、また2段目のところで折れとる。勝手に離陸しちゃったんだけど。これは離陸とは言わん事故や。でもちゃんと飛んでる。さすが東北一の天才設計士、東北ずんこ。無駄にカットインしてくんな。というかもう墜落するやん。あれ、もちろん回転する以外何もできません。完全にやりかしとるやん。なんか飛び出してきたで。みんな見て、視聴者さん無事だよ。どう見ても無事には見えん。突然飛び上がった。無限やねんけど。何笑ってんねん。喜ぶのまい。これどうなっとるんや。で、ちょっと原因を探したんだけど、接合部の損傷あってもいけるだろうと思って奥にしたんだよね。それ負荷かかると機体壊れるって設定やん。壊れないと思ったんだよね。さっきの飛行で分かったのは機体が分解しちゃうことだね。オプション設定で再度壊れないように設定。さらに機体重量が重すぎてギリギリ離陸してた感じなので燃料を半分以下に減らしました。そんなこともできるんか。よし、エンジンの回転数上がってきた。ちょっと傾いてきとるで。これ以上は危険。緊急離陸。接続解除。離陸開始。おねえ。おお、いったで。離陸成功。エンジン出力さらに上昇。現在の高度 200m、 飛行速度時速 100km。 一応軸は安定してるね。ちょっと待て、客室の視聴者さん飛んでいきそうや。というか機体がめちゃ歪んでる気がするんだけど。時間停止。これあかん、もう折れそうや。何かおかしい。いつもおかしい。パッと見た感じわからなかったんだけど機体もめちゃ歪んでる。これ以上機体も持たん。カーゴベイ緊急オープン。視聴者さん任意するよ。なんか白いのいっぱい出てきた。エンジン出力 30%。 カーゴベイ開放確認。視聴者さん緊急脱出。あれあれ、やっぱり何かおかしい。よくわからない何かが飛んどる。奇跡的に再操縦することに成功。というかカーゴベイの視聴者さん分離されとらん。あ、さっき分離したがブレードに乗ってた視聴者さん。え、改めて視聴者さん分離。あかんあかん。分離するごとに爆発してて受ける。もう上の部分しか残っとらん。でも大丈夫、視聴者さんのところに種類のパラシュートつけたから。これ開いとらんで。あれあれやない。で、こっちの機体なんだけど。見なかったことにすんな。
さっきからというか、今回作った機体全部そうなんだけど。操縦できもんね。もう全部わかる。地面近づいてきとる。パイロットのみどりくん脱出準備。ちょ機体の外に出すな。待って、機内に戻るという選択肢がない。残された選択肢は手を離すのに。絶対離したらあかん。というか、あと3人くらいみどりくんパイロット乗ってるんだよね。この3人を使って着陸してみせる。もう絶対無理や。エンジン出力 50%。 着陸地点選択。まあこの辺りかな。まあ言うな。そうそう、知ってる？ないや。ヘリコプターってエンジン切ってもオートローテーションって方法で安全に着陸できるって話。これヘリコプターやない。今こそオートローテーションを再現するべき時代。ちょっとグーグルで調べるから待って。現在の高度300m、もう間に合わん。では皆さんご一緒に。もう何もできます。なぜか跳ね返った。はい、待て、みどりくんおる。さすがズンちゃんが設計した飛行機、乗員の安全性は 100% 守られてるね。完璧です。他のどこや。しゃあないので捜索開始。これモンスターハンターじゃないですよ。見ればわかる。しばらく探していたら地面にめり込んでいきました。何やってんねん。はい、今日はこんな感じかな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような本誌に関する内容からゲーム実況などを投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。